アンナ・サワイさんが日本人として初めてエミー賞主演女優賞を受賞し、その歴史的な瞬間は多くの注目を集めました。彼女が出演したドラマ「将軍」は関ヶ原の戦いを舞台に日本の戦国時代を描いた壮大な作品であり、その中で沢井さんは重要な役どころを演じて獲得した受賞なのでした。この受賞は日本のエンターテインメント業界にとって大きな意味を持ち、彼女の才能が国際的に評価されたことを物語っています。ニュージーランド生まれの沢井さんは幼少期をニュージーランド、香港、フィリピンで過ごし、日本語と英語が堪能です。10歳で日本に移住し、2004年にアニーの主人公に選ばれました。2006年エイベックスに入所し、2009年には映画忍者アサシンでスクリーンデビュー。その後フェイキーのリーダーとして活動するも、2018年に女優業に専念。2019年、ウィリアム・モリス・エンデバーと契約し、ギリ、恥や、ワイルド・スピード、ジェット・ブレイクに出演、国際的な女優としての地位を確立しました。2024年、ディズニープラスの、将軍、で主演し、エミー賞を受賞。この快挙で日本と海外のエンタメ業界をつなぐ存在となりました。受賞スピーチでは、名前が呼ばれる前から感極まり涙を流していました。他の候補者やドラマのキャスト、特に真田広之さんに対する感謝の気持ちを述べながら、この賞を全ての女性に捧げますと力強く語りました。彼女の言葉はステージ上だけでなく、観客の心にも深く響きました。将軍は多くの部門でエミー賞を受賞したことは先日の動画でもお伝えいたしましたが、沢井さんのエミー賞受賞は彼女自身のキャリアにとって新たな賞を開くものであり、日本と海外のエンターテインメント業界をつなぐ架け橋となることでしょう。今後の彼女のさらなる活躍に期待が高まります。この受賞に寄せられたコメントをご紹介しますが、今回は沢井さんに寄せられたコメントが多数届いていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。彼女には完全にふさわしい賞だよね。冷静で感情をあまり表に出さないキャラを、深みと成長を持たせて完璧に演じたと思う。今夜は切腹は避けられそうだな。マリコは、ファンタジーの中で恋愛対象にされるだけでなく、スキルで成り上がった数少ない強い女性キャラの一人だよね。家族の没落で孤立した後、彼女が成長した姿は本当に感動的で、彼女の旅を描いたスピンオフが見たいな。2024年の注目ドラマでの素晴らしい演技に対する妥当な賞だね。でも、彼女がニュージーランドで生まれて10歳の時に日本に移住したってことは、どうしてキウイじゃないんだ、出生国が国籍を決めるって思ってたんだけど。オリジナルをリメイクした作品としても最高だったよ。1980年のリチャード・チェンバレン、三船敏夫、島田陽子が出演したミニシリーズをリアルタイムで見ていたなんて、自分も年を取ったもんだ。日本、今年はすごいな。観光地としても大人気だし、音楽シーンも熱いし、今はテレビも席巻してる。日本の素晴らしさが止まらないね。納得のいく結果だね。
彼女の演技は本当に素晴らしかった。フェイキーで音楽をやっていた頃も懐かしいけど、今の彼女の映画での活躍を見れて本当に嬉しいよ。シーズン2でまた彼女に会えるといいな。納得のいく結果だね。彼女は本当に素晴らしかったし、長いキャリアを築くこと間違いなしだろうね。多様性、公平性、包括性のおかげで彼女が評価されてるんじゃなくて、本当に実力があるからだよね。日本人の役をすべて非日本人が演じるのってどうなんだろうね。初めて日本人が賞を取るまで何十年もかかったのは驚きだわ。素晴らしい番組と演技に対しておめでとう。これからも将軍や同じレベルの作品での活躍を期待してるよ。彼女の演技、圧倒的だった。見ていると信じられない瞬間もあったくらい。まさに妥当な結果だ。他の文化が評価され認められるのはいいことだね。世界はハリウッドだけじゃないんだから。将軍がエミー賞で大暴れしたな。間違いないよ。すごくふさわしい賞だよ。彼女みたいになりたくなったわ。魅了されっぱなしだった。彼女と日本におめでとう。やっぱりって感じだ。このシリーズで彼女の演技は本当に素晴らしかったんだ。圧倒的な才能だよ。ブラボー。あの番組、本当に素晴らしかった。キャスト全員が素晴らしく、賞を受けるにふさわしい出来だった。将軍の制作チームはシーズン2でどうやって彼女を復活させるか考えてるだろうね。もしかして回想シーン。完全にふさわしいショーだよ。マリコ役は本当に素晴らしかった。彼女にブラボーだよ。アンナ・サワイがこの歴史的な偉業を達成したことにおめでとう。将軍でのパフォーマンスは世界中の観客に響いた。本当にふさわしい評価だね。彼女は本当に優雅で、まるで女王のように役を演じたね。とてもふさわしい結果だよ。彼女は役にぴったりだった。素晴らしい女優だった。このシリーズで彼女に惚れたよ。この作品で彼女のキャリアがどう変わるか、モナークのような打作とは違うから期待できるよね。彼女が将軍で見せたアートは本当に傑作だった。彼女はこの役に本当にふさわしかった。マリコ様に愛を送るよ。彼女が死んだ瞬間、俺はこの番組が台無しになった気がしたよ。モナークで何も受賞してないの？全く理解できないわ。美しくて勇敢で強い、まさにそんな感じだった。アンナ・サワイ、歴史的な快挙におめでとう。将軍でのパフォーマンスは世界中の観客に響いた。本当にふさわしい評価だよ。彼女が本当に素晴らしい演技をするなってずっと言ってたんだよ。実に見事だった。彼女はこの素晴らしい番組のスターだったよ。彼女はニュージーランドで生まれたんだってさ。美しい女性で素晴らしい女優だね。彼女がこのシリーズを特別なものにしてくれた。初の日本人女優、それは驚きだね。彼女のキャリアにとって、この作品がどれだけ大きな意味を持つかよくわかるよね。モナークのような打作とは違って、
彼女の演技、本当に素晴らしかった。彼女が将軍で見せたアートはまさに傑作だったよ。やっぱり白人男性と一緒に出演する役を演じれば成功するんだよな。彼女はこの役に本当にふさわしかった。マリコ様、愛してるよ。キャスト全員が素晴らしい仕事をして、スタッフも一丸となってこの作品を作り上げたね。コメントは以上になります。彼女の演技や作品に対する評価の高さが圧倒的ですね。深みのある演技が多くの人々の心に響いたようで、感動したという声が数多く寄せられていました。また、彼女のキャリアにおける重要なステップと考えられており、今後のさらなる活躍に期待する声も多く見受けられました。一部には、彼女の経歴に関する驚きや、国籍に関する疑問の声もありましたが、全体を通じて彼女の才能と努力が正当に評価されていることが強調されており、多くの人が彼女の成功を祝福しています。歴史的な受賞をきっかけに、日本のエンターテインメントが国際的にさらに注目を集めていることも、誇らしい瞬間ですね。今後、彼女がどのように成長していくのか、そして次にどんな作品で私たちを驚かせてくれるのかが楽しみです。感動日本は随時更新中です。チャンネル登録、鈴マークをクリックしていただくと、いち早く動画を視聴することができますので、ご活用ください。評価をコメント欄にいただけたら本当に嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。